サポヤイ・ヤーノシュ・ジングモンドは、ハンガリーの対立王、トランシルバニア公。サポヤイ・ヤーノシュの一人息子、母は、ポーランド王、ジグムンと一世の娘イザベラ。ヤーノシュ二世とも呼ばれる。生後二週間で父を失い、1540年から1570年まで、東ハンガリー王国を統治した。ただし、王国を長期にわたって統治していたのは、 オスマン帝国のスルタンスレーマン一世の支援を受けていたフラウテルジェルジスーキ教と母イザベラであった。ヤーノ氏は1568年に近世ヨーロッパにおいて初めて広範な宗教の自由を保障したトゥルダの直令を交付しトランシルバニアにおけるユニテリアン教会の確立を支援した。また、すべての宗教、宗派の間での開かれた討論を行うことを奨励し、 カトリック、ルター派、カルバン派、ユニテリアンの4社の間での公開討論を主催していた。1570年にハプスブルク家の神聖ローマ皇帝マクシメリアン2世をハンガリー王と認めて自らの王位を放棄し、その保証という形で初代のトランシルバニア皇となった。翌1571年にヤーノ氏が死んだ時、遺言によって財務長官、 米系シュガー・シュパールが後継者に指名されたが、トランシルバニアの貴族たちは、遺言を尊重せず、バートリー・シュトバーンを自分たちの新たな君主に選んだ。このため両者の間で内戦が勃発したが、バートリーが勝利、トランシルバニア港に即位した。ありがとうございます。